J-WAVE WOW MUSIC をお聴きの皆さん、こんばんは、ノベルコアです。今週も始まりました、クリエイター同士による音楽座談会 WOW MUSIC。 今日はですね、水曜日のカンパネラの歌葉さんと剣持秀文さんをゲストにお迎えして、深夜に音楽対談をお届けしていきたいと思います。もともと水曜日のカンパネラ自体が、学生時代めちゃめちゃ流行ってましたし、歌葉さんはですね、他の音楽以外の現場でもお見かけすることも多く、年も近いので、音楽以外の話も含めて聞けたらいいなと思っております。J-WAVE WOW MUSIC、 今日は水曜日のカンパネラの歌葉さんと剣持秀文さんをお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。歌葉さんの年が多分僕近い。あ、そうなんですか。2001年の僕1月生まれなんで。私8月、2001年の8月生まれです。学年だけ違うけど、だから年ほぼ一緒みたいな。そうなんですね。そうなんです、年近くて。そうなんです。剣持さんも、僕自分のバンドのドラムやってる佐藤響さんっていうドラムがいるんですけど、が剣持さんとなんかこうツイッターかなんか相互フォローかなんかで、超ファンだって言ってて、本当ですか。ありがとうございます。もう今日のこの出演の話したらもう大喜びしてて、嬉しいです。もうね、いろいろ音楽の話聞けるの楽しみにしてました。はい、お願いいたします。お願いします。お願いします。まずは歌葉さんと剣持さんのちょっと出会いについて聞いていきたいなと思ってまして、剣持さんと歌葉さんがそもそも初めて出会ったのが大体どれぐらいの頃？初めて会ったのはちょうど1年ぐらい前ですかね。そうですね、6月とかですかね、多分。そうですね、1年前の6月ぐらい。6月くらいですね。お互いどういう印象でしたか？そうですね、水曜日のカンパネラにもう一人メンバーが、ディレクター F がいて、はい、で彼がいい人いないかなって探してる時に、そのインスタ の、 アカウントを、はい、先に見せてもらって、尖ったビジュアルの子がいるなっていう印象で、会う前にすごいなんか冷たくされたらどうしようとか思ってたんですけど、実際に会ったらこの通りすごいよく笑うし、よく喋るし、なんかそのギャップがめっちゃいいなって最初に印象を持ったのを覚えてますね。あ、なるほど。歌葉さんはどうでした？私も初めて会ったタイミングが、ディレクター F と私がお会いして、本当にその次くらいのタイミングで紹介したい人がいるっていう形で急に紹介されて、私はやっぱその時水曜日のカンパネラのことを知ってはいたけど詳しくはなかったので、剣持秀文っていう男が誰かも分からず、この人誰だろうと思いながらお会いしたんですけど、そんな男でしたというね。でも初めてお会いした時からすごいふわふわしてて、空気感が本当に、で話してても、変な人だなっていうイメージがなるほど、ありましたね。そうですね、そんなことなかったと思うんですけどね。変な人だなと。そうなんですね。その水曜日のカンパネラに加入することにそもそもなった、そのなんていうの、決め手というか、そのきっかけっていうのは直接的にはどんな感じだったんですか？私がディレクター F とお会いして、で剣持さんを紹介していただいて、私が何をしたいか、これから何をしていきたいか、今まで何をしてたか、どんな気持ち、どんなものを思いを持っている人なのかっていう話をだいぶ聞かれてて、なんでこの人こんな聞いてくんだろうなみたいな感じで経過したんですけど、誰か分かんない人になんでこんな聞かれるんだろうなと思って過ごしたんですけど、でお会いして3回目のタイミングで本当に急に水曜日のカンパネラというものがあって、小前さんが抜けるんですけど、新しいボーカルに、2代目のボーカルになりませんかって、もうパッて言われて、あ、やりますくらいの、そうですね、フラットにに返事しましたね。後からよくよく考えて、あ、なんかすげえ即答しちゃったけどとか思いませんでした？いや、めちゃめちゃ思いましたね。家帰って一人で考えた時に、改めてその水曜日のカンパネラってものを調べてみたら、YouTube 登録者おーとかなったり、そうですよね。調べれば調べるほど自分がフラットにした返事が、あ、思ったよりも大きい話だったのかなこれっていうのをじわじわと、そうですよね、感じました。でもなんか今思うと、その前情報があんまりなかったから、この即答できて軽いノリで受けてくれてたのか、結構なんか僕ら的には良かったのかな。逆にみたいな、いいんですか、やりますみたいな感じよりも、やりますっていう、もうすごいむちゃくちゃ軽いノリで、受けてくれたんで、それは逆になんか心強く見えましたね。そういうことなんですね。歌葉さんに加入してもらおうと思った決め手はどこだったんでしょうか？表に立つ人間として、
謎の魅力があるかどうかっていうのが結構重要かなって思っていて、なんか一回その僕が会わせてもらった時に、うん、もう一回なんか会ってこの人のこと確認したいなっていう風に思わせてくれたっていうのが大きかったかもしれないですね、はい、多分その前任のコムアイさんもそういうなんか謎の魅力がある人で、むちゃくちゃ歌が上手いとか、うん、ダンスが上手いとかそういう目に見える長けてるところがあるわけじゃなくて、なんか深掘りしたくなるなっていう変な魅力があるっていうのを歌派にもちょっと感じて、これはいけるかもしれないなという。確かに、なんかちょっとミステリアスな部分確かにありますもんね。確かにもう一度こうお会いして喋り聞いてみたいなみたいな。確かに、なるほどなるほどなるほど。さあ続いては歌派さんの音楽ルーツとかを伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、幼少期から音楽の道に進もうと思ってたんですか？ちっちゃい頃から絵とか歌は身近ですごい好きなアートだったんですけど、自分が歌手になるっていうのは全く想像してなかったですね、はい、音楽自体とは割と触れ合ってきてた方でしたか、はい、幼少期の頃から周りで。そうですね、うん、お母さんがすごい音楽好きな人で、はい、ちっちゃい頃から車ドライブする時でも家の中でも音楽ずっとかかってるっていうお家でした。あ、そうなんですね、うん、学生時代とかどういうジャンルの音楽とか、うん、まあ、このバンド好きだったとかあります、うんうん、ちっちゃい頃は本当にお母さんの影響っていう形で、うん、まあ、今も好きなんですけど椎名林檎さんだったりバンドだったりフジファブリックさんとかサカナクションとかもすごい聴いてたんですけど、はいはいはい、自分が実際に高校生になってバンドを始めてからは、はい、クリープハイプさんだったりとか、はい、ゴーゴーバニラズさんだったりとかカナブンさんとかも割と男性ボーカルのホロックを聴くことが多くかったかもしれないです。なるほど。なんか僕ちょっと聞くところによるとなんかボカロとかも聞いてたんですか？はいはい、そうですね、やっぱ小学校中学校とかで、はい、多分ボカロピークの時期がちょうど来てて、うん、そうですよね、でもう私も当たり前のように聞いて、うん、当時は私もめちゃめちゃ今よりも高くて、はい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 、ボカロとかもめちゃめちゃカラオケで歌ってましたね。すごいすごいですね。出てました。当時は難しい曲多くないですか？でもめっちゃ、ね、あれなんか人間が歌うようにできてないですもんね。そうですよね、はい、やっぱ機械でこう、まあ、初音ミクだったりとか作ってたりとか、すごい。それをじゃあ当時じゃあそういうのとかも歌ったりとかしてたのもあって今のそのボーカルスキルにつながってるみたいな感じはすごい感じるかもしれないですね、うん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 、そうなんですかね。だと思います。本格的にボーカリストを目指していこうってなったのはいつ頃ですか？はい、もう本当に水曜日のカンパネラに誘われて、うん、はい、で、まあ、やりますって返事したからにはやるしかないっていう現実が、うん、待っているので、うん、まあ、ボーカルになるのかっていう、うん、まあ、でもボーカルになります、明日からボーカルですっていう気持ちがあったわけじゃなくて、もう自然と水曜日のカンパネラに入る形になって、はい、いろんなことをやっていくうちに、うん、あ、私って今水曜日のカンパネラで、うん、歌手になってボーカリストになったんだなっていうのが、はいはい、まあ、じわじわ実感したタイプでしたね。あ、なるほど。じゃあ結構、うん、まあ、ライブやったり、うん、歌取ったりしていく段階で少しずつボーカリストとしてのみたいな。ケンモチさん的にもそのボーカリストとしてどんどん目覚めまくっていく歌川さんを近くで見てて。そうですね、でも最初のライブの時から初めての経験なんで、まあ、緊張してるだろうなと思って、うん、大丈夫みたいな話をしたら、うん、あ、大丈夫です、多分やったらできるんでみたいなのが最初から言ってたから、はい、お二人は緊張とかってどういう時に一番するんですか？もう僕ライブ前も緊張しますし、そうなんですね、レコーディングとかもやっぱその大人の人たちとかが多くいたりする現場だと結構声変わっちゃったりとかするんで、あれやりづらいですよね外でなんか聞かれてるって思うだけで、だからブースとかも僕いつも真っ暗にして、うん、もうカーテンみたいなのを閉めて完全に外と世界遮断するんですけど、それやっててもやっぱなんかトークバックでこう声が少し聞こえてきたりとかすると、うん、そうですよね、もうワンテイク前がよかったなとか聞こえると、あ、あ、あってなっちゃうすぐ焦る、すぐ焦るそうなんですよね、聞こえてないと思ったら聞こえてるんですよね。いや、そうなんですよ、そうなんですよ、そう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 なんですよね。宇多川さん緊張するタイプですか？多分普通に比べたらあんまりしないタイプなんだと思います、まあ、なんかレコーディングは水曜日のカンパネラのレコーディングすごいお家の中でやるスタイルでやってるので、その大人がいるとかが全くなく、そうなんですね、もうおはようございますっていつものメンバーがいて、じゃあ撮りますか、じゃあ終わりますかくらいの緩いレコーディングをやってるので、今のところはそれで緊張したことはないし、まあライブも時と場合、初めて行く場所だったりとか
あまりにも急にでかいキャパをやるってなったらちょっとは緊張するんですけど、はいはい、もう普段はそんなにライブだくらいの気持ちでスタートするっていう、そうなんだね、緩さですね。じゃあそんな宇多葉さんがですね音楽人生で一番影響を受けた一曲を教えていただきたいです、はい、金子彩乃さんのアーケードという曲ですね、はい、去年私が、まあ、水曜日のカンパネラになって割とすぐ9月に私がなったんですけど、金子彩乃さんがワンマンを11月の末頃に武道館で、はい、日本武道館でやったんですよ、はい、で本当にめちゃめちゃファンで普通にファンとして日本武道館見に行って、はい、MC をほぼやらないスタイルで日本武道館もバーって歌やって、はい、ラストアンコールして出てきてちょっと喋ってラスト2曲って感じだったんですけど、はい、アーケードが一番最後の曲で、みんながずっと今までずっと座ってこうやってやりながらとか、みんな涙流しながら、はい、しんみりしながらずっと聴いたりニコニコして涙流してっていうので一番最後にアーケードでもうみんな立ち上がって、もうみんなで、はい、体揺らしながら、うん、泣きながら体揺らしながら笑いながら、うん、みんな心が揃ってて、で金子彩乃さんのことが大好きっていう空気感が、うん、もう全体にあったっていうのがすごい、自分がアーティストになったっていうのも実感し始めた時期だったので、お客さんを見てすごいなって、はい、これがアーティストなのかっていうのをなんかひしひし感じて、やっぱあの時に私も絶対日本武道館に行きたいし、こんな風に人の心を動かすアーティストになりたいなっていうのをすごい思って、あの時は結構自分の中で大事な一日だったなと思うのでこの曲を選びました。続いてちょっと水曜日のカンパネラの楽曲制作についてお話を伺いたいなと思うんですけれども、楽曲自体のテーマだったりとかそういうものはどこからいつも作っていくって感じですか？水曜日のカンパネラの中でのルールとして、なんか人名で一曲作るぞっていうのはずっと続いてるんですが、歌派とあとまあディレクター F からこんなのどうですかみたいなお題を毎回いただいて、まあそのアリスでどうですかとか招き猫でどうですかみたいな、まあ招き猫人名じゃないんですけど、最近ちょっとねあのいろんなキャラクターとかね、あの役職とかにもね増やしたりして名刺的なもので、そうそうですね、はい、なるほどなるほど。それだったらこういう曲とかこういう歌詞が書けるなっていうことで大喜利のお題をいただいて、それで一曲面白いものを作っていくっていうフリップ芸ですね。すごい、その制作方式なんですね。そうですね、それすごいな。じゃあ結構宇多葉さんとかからもいつもじゃあお題を結構剣持さんに出されてるってことなんですね。そうですね、結構まあ考える決める日までにいろんな題材の名前だったりとか歴史の人物だったりとかを調べてきて、先に曲調ができてたらこの曲調に合うのはこれかなとか、逆にまあ何も曲調ができてない状態だったらこの前はカタカナだったから今回は漢字が入ってるとかひらがなの人にしようかとか、女の人だったから男の人にしようかとかで、こういう題材どうですかねっていう話し合いをしますね。招き猫すごい好きで、うん、ありがとうございます。嬉しい。すごい好きなんですけど、他の曲もそうですけど、すごくそのものになりきって結構まあ歌詞書かれる瞬間とかもあると思うんですけど、うん、はい、そういうのの、そのなんインスピレーションというかどうやってなりきるために、例えばそれが登場するなんかこう映画見てみたりとか、あ、書物読んでみたりとかってしますか？情報としてその招き猫がどんなものなのかとか、うん、はい、どういう理由で生まれてきたものかとか、なんかそういうものは一応調べますね。なんか前そのカメハメハ大王っていう曲作った時に、とにかくそのなんかカメハメハ大王の情報とか、そのハワイとか、なんか土地柄の情報を調べてるうちにウェブの広告が全部ハワイ旅行のおすすめのそうバナー広告がいっぱい出てきて、 AI が勝手に判断して、この人はとってもハワイに行きたいに違いないっていう勘違いをされて、まあだから曲作ってる時はね、何かそのバナー広告がコロコロ変わっていく、曲にちなんだものに、あ、なるほど。じゃあ結構ケンモチさんの携帯とかを覗かせてもらえる機会があったら、大体その時に何作ってるかがちょっと分かるかもしれないってことですね。はい、匂わせがちょっとあるかもしれない。ああ、なるほど。歌詞ってケンモチさんにとってやっぱすごい重要なやっぱ要素ですか？音楽だけの曲をずっと僕作っていた時期があって、はい、で歌詞を日本語でその赤裸々に自分の言いたいこととかを伝えるのが恥ずかしいって最初思ってたんですよね。なるほど。でなるべくそれを出さないように感情が全く乗ってないような無機質な
あの言葉の語感だけがいいものをずっと羅列するみたいな歌詞を最初書いてたんですよね。なるほどなるほど、はい、自分の照れ隠しで最初それ始めたんですけどはい、はい、なんかうまいことそれがハマってしまって、うん、何あの独特で面白いですねっていうふうに捉えられて、はい、こういうのもありっちゃありかということで、うん、今のカンパネラのスタイルがスタートしたっていう感じですね。なるほどなるほど、うん、宇多賀さんから見たこの水曜日のカンパネラの楽曲の印象みたいなのっていうのはどういう感じですか？ポップでコミカルっていうのは一番あって、うんうんはい、水曜日のカンパネラって水曜日のカンパネラだよねっていう、うん、なんか謎の存在感があるのかなと思います、うんうんうん、そうですよね。まさに僕そこすごい気になってて、うん、水曜日のカンパネラって本当に水曜日のカンパネラっていうか、うんうんそうですよね、何かのジャンルとかカテゴライズに入れて、うんまあ、形容するのが逆に難しいというか、うん、もう水曜日のカンパネラというジャンルというか、うん、だなとすごい思ってるんですけど、前任の小室愛さんから宇多賀さんに変わってからも両方聞いていた一ファンとして、うん、主演変わって全く違う人だし、うん、だし宇多賀さんもこうなんて言うんだろう、今までのこうスタイルをこう追っかけてるとかそういう感じは全くないのにもかかわらず、うん、なんか水曜日のカンパネラとして全く違和感がないっていうのが僕的にすごい印象的で、うん、そうですね、その変わったっていう違和感が生まれなかったというか、水曜日のカンパネラの雰囲気、絶対的な世界観はどういうところから生まれてると思いますか？いやこれもね本当にどうしてですか逆に逆に聞きたくなっちゃうぐらい。そうですね、でもやっぱ剣持さんがいるからっていうのは、うん、曲を作ってるのが剣持さんっていうのは、はい、まあ変わらなくて大きい理由なのかなとは思いますね。なんかこれ自分で意識してるわけではないんですけど、はい、その前インタビュアーさんに言われたのが、はい、水曜日のカンパネラのフォロワーは多分出てこないだろうみたいな話をしてて、っていうのはなぜかっていうと、めちゃくちゃ難しいバランスの中で、はい、もうなんか一点だけで成立するぐらいの面白いとかかっこいいとか、うん、なんか可愛いとかをすごい変なバランスで作ってるって。でこれがちょっとでもずれると、はい、だだずべりするから、はい、めちゃくちゃ真似するのが難しいって誰かに言われたんですよね。ああなるほどなるほどなるほど。じゃあ結構そのいろんなまあジャンルだったりいろんなまあ感覚テーマみたいなものがその混在しているからこそのその複雑性みたいなのが自然と生まれてるっていうことですもんね。ありがとうございますそう言われると嬉しいです。いやすごい、いやなんかね、いやすごい、そのなんかいろんなそのジャンルの確かになんか混ざり方みたいなのも僕すごい正直聞いてて面白いなと思う部分で、なんかインタビューとかあの読ませていただいててもあのそれこそフットワーク、はいはいはい、フットワークとかすごいあの好きでこう取り入れられた時期があるって、はい、そうですね、お話見たんですけど、だいぶまあ複雑な構造だったりするじゃないですか、はいはい、結構アンダーグラウンドベースの音となんかすごい奇数連符がこう混ざり合ってるみたいなジャンルだったりすると思うんですけど、それを日本語に落とし込むっていう相当むずいと思うんですけどそうですね、やっぱ苦労されますかそこは。でもあれもなんか聞いた瞬間にめちゃくちゃ理解が追いつかなくって面白いって思ったんですよね、はい、なんかそのフットワークとかの面白さって、はい、一聴して理解ができないっていう、はい、でダンスもまたそこの音楽に当てはめきらずに踊るから、もう目でも耳でも理解が追いつかなくて、それが強烈に新しいとか刺激的な印象をあの自分受けまして、なるほどな、これはぜひやりたいと、はあ、そっから取り入れた気がしたんですよね、はあ、なるほど。レコーディングとかで歌われる時とか、はい、うわむずっみたいなとことかあったりしますそうですね、うん、あると思います。全然音域も急に上げたり下げたりするので、そうですよね、そうですよねちょっと怒られてる、ちょっと半分怒られてるし、もう文字数も急に多くしたりするので、そうですよね、確かに頑張るしかないですね。レコーディングでディレクションとかも されたりは結構、あそうですね、まあ一応こういう風にやってみたらっていう提案はするんですけど、最終的にはもう歌派に任せてっていう感じですね、うん、歌派さんのニュアンスでここは OK っていう。そうですね、うん、もう逆に何だろう、これはこうじゃないよっていうこと言われたことがないのかなとは、うん、あなるほど、すごい、だからこそのあの幅の広さなんでしょうね。そうですね、でもまあ小舞の時もそうですし、うん、歌派の時もそうですし、はい、なんかその僕が作った曲の上に違った解釈の歌唱が乗っかるみたいな、うん、歌い方が乗っかるみたいな、はい、でまたライブやるたんびにそれがちょ
ちょっとずつ変化していくみたいな、このどん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 クリエイターさんの違う勘違いが乗っかっていって面白い音楽が出来上がるのかなって思ってるんで。なるほどなるほど、はい、なるほど。それではここで水曜日のカンパネラのアルバムネオンから剣持さん的に特に印象に残っている曲はどの曲でしょうか。はい、もやいという曲で、はいはい、渋谷の待ち合わせスポットの、はい、あのもやい像ってあるじゃないですか、はい、ありますね。ちょっとメインの通りの方はあの、うん、どっちかというとハチ公の方で、そうですね、そうですよね、うん、とかあの光江とか、はい、スクランブルスクエアの方とかがにぎわっていて、うん、なんかもやいの前って割と人少ないよなみたいな、確かにあの哀愁漂うところがいいなって思って書きたいなって思ったのと、あと今出会い系アプリとかで待ち合わせ場所に初めましての2人が来るのをもやいがこうやってじっと見つめているみたいな、この恋愛ソングとしてのこの微妙なエモさもいいなと思ってカンパネラ流にあの書き下ろした曲がもやいでございます。お気になる、はい、続いてライブをテーマにお話ししていきたいと思うんですけれども、はい、水曜日のカンパネラはやっぱライブの演出とかもすごく印象的だなと思ってるんですけど、演出とかは普段どういう風に話されて決めていく感じですか。ディレクター F と一緒にセトリを話し合って、はい、この曲だったらこういう演出ができるよねって決めていくんですけど、はいはい、前は私もやっぱ何ができるのかっていうのは何も分からなかったので、こういうことをやりますっていう形で分かりましたって言って私は受け取ってやるっていう表現の仕方だったんですけど、最近は私からこのセトリはこの曲とここを変えたいですとか、やっぱこの曲だったらこういうことやりたいですとかを自分で演出の意見をできるようにやっとなってきて、みんなで作り上げてやったりとかして、逆に剣持さんは演出とかをギリギリまで知らないっていう、はい、そうなんですね。もうリハ最後のゲネとかでみたいな。そうですね、はい、そうですよね、すごい、へーって、あ、こういう風になるからなんかここのところなんか音作らされてたんだとかあ、もうなるほど、音 の、はい、のギリギリまで、確かにそうですよね、こここういう風にしてくださいみたいなオーダーだけ来て、はいはい、あー分かりましたって言ってやって、実際の演出で、あ、こういう風に使われるのでっていう、うん、答え合わせを当日にするっていう感じですね。それ結構感動されるんじゃないですか。いや本当に本当に、僕もお客さんの一人ですから。ね、ああいいですね。いやありがとうございますって感じでね。最高ですね。楽曲を作っている剣持さん本人が一番のこうファン目線でライブをね、そうですね、出るっていう。自分結構ライブの演出とかすごい総合演出家気質で、はいはい、照明とかもこう全部一から秒単位でこうチームと話してこう決めていくみたいなタイプで。いや大変ですよね。そろそろやめようかなと思ってるんですけど、あの、いや本当にあのなんか人員が単純に足りなくやっぱなってきますよね。そうですよ、自分の、ね、自分あと4人ぐらい欲しいなみたいな、なってきて、もうね、でもなんかあんなにこの演出とかなんか準備とかもうこんなに長い期間やってんのに、はい、ライブいざ始まったら一瞬で終わっちゃいません、はい、いやもう終わりみたいな、こんななんか数秒のことにあんなにこだわってたんだ、うん、俺たちみたいな、はい、何かすごい儚さありますよね、祭りの、うん、実際祭り本番のね、一瞬の短さというか、確かに確かに、この間の8月3日にもあのライブあったと思うんですけれども、はい、どうでした、率直に。いやもう本当に楽しかったですね率直にもう本当に楽しかったです。やっぱお客さんのこう顔、まあやっぱこう今ねこういうご時世だったりもあってライブする機会とかもだいぶあの数年前に比べてやっぱ減ってっちゃいましたし、結構音楽やってる人間みんなこう苦しい時間だと思うんですけど、お客さんってやっぱこう直接自分のファンの人たちとこう目を合わせてパフォーマンスをするっていうのはやっぱりすごいインスピレーションになったりもしますか。いやなりますね本当に、まあ、やっぱマスクしてても、うん、マスクしてるからこそ違う方法で熱量を伝えようっていうお客さんの思いが私にもすごい伝わってくるので、うん、はい、手挙げたりだったりとか手拍子したりとか、まあ、笑ってるのもマスクしててもやっぱこっちには分かるものなので、うん、はい、その反応が嬉しいですし、水曜日のカンパネラを見に来るっていうためだけに集まってくれたお客さんが、うん、はい、あれだけいるっていう事実がもうステージから見て一番初めもうバッて出てきた時にうるってきちゃいましたね、正直。ライブ楽しめるっていうのがいいですよね、うん、このやってる本人が楽しそうにしてるのがお客さんから見ても一番グッとくるポイントじゃないですか、うん、そうですね、伝わりますよね、うん、そうですね、雰囲気が、確かに確かに確かに。剣持さんが今まで見てきたアーティストのライブですごいと思った一曲をちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、実際僕が見たわけじゃないんですけど、はい、あの YouTube に上がってる動画でカニウエストの2015年のブリットアワードでやっていたオールデイっていう
曲がありまして、うん、ステージ上にあの黒人のダンサーが、はい、あの真っ黒のパーカーかぶって100人ぐらいいて、はい、群れをなしながら、うん、で火炎放射器を持ってる、はい、男がいて、はい、上にバン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 その炎を上げてて、うん、でもう後ろが真っ白のバックで、うん、もう他に何の演出もないんですけど、うん、なんかとてつもなくシンプルで強いライブだなと思ってて、うん、痛快だなっていうのが見てて最初に思って、うん、でなんかその、はい、アメリカで一回僕らライブしたことあったんですけど、はい、炎を使う演出ってむちゃくちゃ厳しいんですよ。で、その歌詞になっちゃいけないからとかで、うん、なんか燃えるものも絶対置いちゃダメだし、そうですよね、うん、でよくこの演出が許されたなっていうのも確かに、なんか制作者側から見ても、はいはいはい、これどうやって通したんだろうこの企画っていう、それがやっぱ見てて、うん、面白いなってなりましたね。確かに、うん、消防許可がね気になるライブですね、はい、そうですそうです、ぜひ見てもらいたい。そろそろ歌葉さんと剣持秀文さんとお別れの時間が来てきました。早いですね。早い。ちょっと質問最後にさせていただきたいんですけど、はい、歌葉さんは今後どんなアーティスト、はい、どんなシンガーになりたいですか？日本でも海外でも自分の愛がみんなに伝わるアーティストでありたいなと思ってます、うん、なるほど。剣持さん的には水曜日のカンパネラ目指すところは、はい、いろんなかっこいいとか、はい、いろんな面白いを提示できるような多様性っていうんですかね、はい、これもいいけどでもこういうのもありじゃないっていう、うん、いろんななんか選択肢を増やせるようなアーティストになれたらいいなって思ってますね。ノベルコアがナビゲートしてきました。ワウミュージックいかがでしたでしょうか。もう本当になんかぶっちゃけすごい緊張してたんですけど、あのお二人がすごく気さくに接してくださったので緊張もだんだん解けていってすごい楽しかったですね。なんか結構びっくりすることがいっぱいあってすごい新鮮な回でした。勉強になりました。次回のゲストはサルさんです。ラップを始めた当時からもう大好きで、曲ずっと聴き続けているアーティストの、一人なので、こうして初めてねお話しさせていただく機会なので、いろいろ人生について音楽について聞きたいなと思っております。来週もこの時間にお会いいたしましょう。ここまでのお相手はノベルコアでした。